海地、英語、シェッチープールは、中国、山西省雲城支援国にある雲城縁故の中に、ある縁故である。人が浮くことができるため、中国の死海と呼ばれている。加藤氏を池とも呼ぶ。池の名前は、同地の古い地名、海州に由来する。なお、海の字は、ほとんどの北京語の辞書で、主意へとされるが、現地では、はいと発音する。現在、 地元の山西省ではこの現地音を公式発音として国に認定させる動きがある。有害な藻類が大発生する藻類ブルームによって色合いが変わる珍しい湖で内陸にある硫酸ナトリウム塩湖としては世界で3番目に大きい。また、三国志の英雄、カウの生まれ故郷としても知られている。ニトロ池、カモ池、タンスイ湖、無釈湖などで構成されている。 雲上塩湖の中でも海池は最大。雲上塩湖の競技は海池を指す。海池は海抜321メートル、長さ20.8キロメートル、平均幅1.44キロメートル、面積97平方キロメートル。故障地域の年間平均気温は摂氏13.6度、年間平均降水量は559.3ミリメートル。 年間蒸発量は2 5 5 0ト、mm、ル。海地周辺には多くの史跡があるが、現在は観光名所である。新大三期ヒマラヤ構造を運動中に形成されたという説と、新生代第四期に形成されたという説がある。古代中国では、この池で塩が生産され、夏王朝はここに遠いたとされている。唐の時代、都の長安へ塩を送っていた塩の道には、 遺跡が点在している。長安の他に、落葉にも、海池の塩が供給されていた。しかし、ハエのフク夏から秋にしか、塩の結晶が取れなかった。封建社会では、かつて海池の塩税が、国の歳入の8分の1を占め、中国国民の生存と繁殖に大きく貢献した。塩湖の汚染のため、食用塩の生産は行われず、工業塩の生産が行われている。また、 観光地となって多くの観光客が押し寄せている。2003年10月には南部グループが海域を効果的に保護するために、司会、新州司会、花夏司会、極東司会、三上司会などの商標を申請し、2004年3月、司会と極東司会と三上を正式に取得した。周辺に塩水資源を利用した療養、娯楽施設などがある。 その例として、海池の中央には冬体験や国で美容ができる大きなドームの中国司会リゾート施設がある。また、海池の北側にある池神廟は、海池の守り神として創建された。湖の黒い泥には7種類の定数と16個の微量元素が含まれていて、湖の水は人体によって浄化され、湖の黒い泥は肌を若返らせることができる。 地質学者の研究により、視界との類似点がいくつか証明された。二つの円弧は、同じ地質時代に形成されている。二つの円弧は、何千マイルも離れているが、同じ気候条件にある。ありがとうございます。